練習5分で飽きる。どうもたっくんです。練習しなさいよ。いや、そうです、そうなんですけど、練習するぞっつって5分で終わるの。5分経ったらもうなんか疲れてきたなみたいなことありますよね。ありますよね、そういう日。あるっていうことです、ね、はい、僕は練習してます。僕はまあ練習しないね、最近ね。最近というか全然してないね。よし、はい、じゃあね、今日はね、そんな君に、はい、楽しく練習ができる。おお、ぴったりじゃないですか。楽しくトレーニングだよ。はい、なんだろう、一人でやるとつまんないからさ、はい、黒子先生とたっくんの対決みたいな感じで。それは楽しそうですね。そうでしょ、はい、で負けたらやっぱりあれだね、罰ゲームだね。はい、うん、それでいこう。はい、サイドポケットにスタンショットです、ストップショット、うん、そうそうそう、入れてビタッと止める、ビタッと止める。おお、美しい、美しいよ。次はね、何、トップスピン、フォローショット、押し球、何、無理心中みたいな感じだね。追いかけてー雪、うまい、これうまいね。最後ね、バックスピンで、ね、バックスピン、バックスピン、下ついてドローショットで、ね、引き球、うまい。そんなうまいの、これをどっちが先にミスするかみたいな。いや、これ終わんないよ。嘘、なんかミス 3回ぐらい、オリンピックとどっちが先に終わるかぐらいになっちゃう。本当に、まあ、いろんなレベルの方がいるので、自分たちに合った回数の失敗で、ね、3回失敗したら負けるみたいなね、はい、確かに。僕らどうする、僕ら3回でもいいんじゃないかなと思ってたけど。本当、2回にする、2回にしましょう。じゃあ2回ミスしたら終わりね。はい、よし、じゃあそれでいこう。はい、最初はグーじゃんけんパーン。よし、じゃあどっちがいい。まあ先行かな。おお、僕に楽をさせてくれるんだね。いいよ、はい、1球ずつね、1球ずつ。ストップの判定ってストップしないとか。ストップの判定はもう明らかにちょっとストップじゃないでしょみたいな。ストップだから緩めだね、緩め。土下座したら許されるぐらい。ストップはね。まずストップからね。よし、タックの1回目。これ相当時間かかるんじゃないの。それも君の編集テクニックでどうにかしてくれよ。え、1回ミスにするか。1回ミスでいいよ。いや、1回ミスでいいよ。うまい、うまい、美しい。あのタックンとクロコチャンネル見たらさ、うん、タックンフットショットのドローをスクラッチ2回連続できてなかったよ。本当に、うん、だからこれできないんじゃないかなと思って。じゃあできないかな。スズメちゃんが見せたからちょっと緊張しちゃったのかな。女子が見てるよね。おお、うまい。おお、緊張するね。緊張しないの。まあ、確かにあの動画随分半年ぐらい前の動画だからね。そうだ、ストロークが全然違かったもんね。君はパーフェクトタイミングショットをね、手に入れたわけだから。いいよー。ストロークを早送りになる。あなたは強めにストップしないと。全部入れたらフットに行くといいんじゃないですか。あ、レベルアップ、レベルアップ、ちゃんとやらない。3個や、3ターンやろ。2ターンでもうそっち行くと、3ターンやろ。ちゃんと狙わないためなの。そうなんだよ、なんかさっきからね、調子乗りやがって。もう一回書いてもらったら入んないよ。これが入ったら次フットに移ると。
と、お互い一回ずつミスしてみたけど、あれですね、調子に乗ると失敗します、ね、そうそう、やっぱりそんなに簡単ではないんですよあれ、はい、ね、調子に乗っちゃいけないっていう、はい、今度はあのフットスポットでやってみましょう、はい、ヘッドスポット、はい、俺今ヘッドスポットですけど、ストップあの強めとかも弱めとかいろいろできるようになるといいから、はい、ストップはちょっとチャレンジしよう、はい、外したらダメだよ、そりゃそうだ、さすがにそりゃそうだ、ね、はい、でじゃあ 何回ミスにする、今度こそ2回にしよう僕からいきます、もしトイこれ以上ない弱めの ストップかこれ以上ない強めのストップなんで急に難易度上げるのもう君5分で飽きるっていうから飽きないようにやってんじゃないか、弱めでいくか、弱め、これ以上ない弱めのストップか、おおおおおお、いや緊張するな、余計に弱めとか言うとうん、難しいですよこれ、1点しかないからね、まあ、多少ポケットの幅があるけど、これは本当皆さんちょっと練習するといいですよ、うまい、うまいぞバック、完全にでも全部右ついて、右ついちゃうからスクラッチできないんだろうな、あれあれワンミスですよ、いいですか、ワンミスですよ今の黒子先生を外しましたよ、外しましたよ、タックこれがぜん有利ですよ、引いてサイドポケットにスクラッチ、うわっマジよやだこれ下手なんだよな、僕フットのそれよりセンターの方が気がするもん、おお、あれぐらい許してもらえるのね、あれぐらいもう全然入ればいい、そう首かしげてる、黒子ちゃんは黒子先生を楽にしてあげてくれ、うまい、うまいな、今絶対こうセンターショットの方が簡単なんだよ、危ない危ない、さあここでドローです、さっきタックはミスをしました、ドローショット、スズメちゃんの前でも2回ミスしております、おお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 、ダイのポジション悪い君はあれかい、コーチにそういうの習ってる僕はそういうの教えてた、コーチがそう言ってた、僕はそういうの教えた方ではないよ、この前コーチがそう言ってた、ダイのコンディション悪いそれはダメだろ、よくないだろ、ダメだろ、よくない、そうだよ、与えられた環境でやるしかない、大体コンディションよく、よくな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 よ、コンディション悪くないよ、コンディションはいい、びっくりした、コンディションはいい、認めちゃったよ、コンディション悪い、あーセンターやってみよう、マイキの、はい、負けたんじゃないの、負けました、これどうした、センター、ちょ、泣きのセンター、センターもやった方がいいでしょ、そうだね、このセンターでコーナー行く、そうだね、そうだね、それもやりましょう、やろう、これとタックン勝ったらどうなの、引き分け、引き分けです、2人とも罰ゲーム道連れにそう本当本当じゃあいいよ、2人で罰ゲームやろう、はい、たまには2人でよし、はい、やってみよう、これ外すまであるからね、外すまでありますね、うん、これあれですよね、ここに置いてダメなんだ、ダメだね、ここなんだ、ね、そうそう、2ポイントだね、いやもう緊張するな、遠くなるとね、遠くなるとやばいですね、よし、じゃあそれではタックン、まずはセンターショットストップ、うまい、うまいな、これはね、緊張感がやばいです、お手本のやつです、いやー、ストップ。
ストップショッツちょっとまあ、まあいいか、ストップはな、まあ、いいでしょう、安らぎだから、まあいいでしょう。腰でさ、スクラッチってそんな練習しないの、腰の方は。そうね、みんな引き玉の方はよくやるけどさ。そうだね、緊張感あるといいね。一人でやってるとさ、別に何のプレッシャーもないからさ。確かに、外したところで。そう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 、対戦がいいね、これね。いや、ダメだよ、ダメだよ全然ダメだよ。いや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 、やばい、全然思った通りつけてない全く思った通りつけてない。これこそさっき見捨てたからね。おー、綺麗だ。これは、あれじゃない、この黒子先生、勝ちでいいんじゃないか。いや、ドローはやりましょうよ。まあ、やるけど、やるけど、勝ちでいいんだろ。いや、ドロー失敗したらちょっと。あ、チャラまである、チャラまである。まあ、パックス、こんなポケットってちっちゃかったなんか遠く見えるよね。ちっちゃくて狭く見えるんですよ、気のせいですよ、今日わかる。今日なんかすごい穴ちっちゃいんだけどね。台が大きく見えるよ。まっすぐ引いて手前のポケットに落とします。どうだ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 、おおお、惜しい惜しい惜しい入んなかったよ。おお、セーフセーフ。あれ、ここに当たんなかった。ここに当たったよね。いや、今タックルと同じところ当たってたよね。いや、疑惑。いや、スピードが速いから助かったんだよ。そうだね、タックルのゆっくりすぎたんだよ、多分。タックルのおかげだよ。どういうこと。あの、そうだねもうちょっと強くつかなきゃみたいな、強く引かなきゃみたいな。そしたらタックル外れてると思うけどね。そんなことはないけどよし、どうだった。悔しい。これでね、もうちょっと10分ぐらいこれから練習できるでしょ。この悔しさで、この悔しさで10分は伸びます。そうでしょ、はい、ほら練習がいいでしょ、ためになるでしょ、はい。みんな大好き一発ゲーム。さあ、押したまえ。そろそろで、ね、かぶってもいいと思うけど、かぶらないね。どうだい。ででーん、自分のつむじを友人に見せるこれは黒子の罰ゲームだよ、どっちかっていうとこれはラッキーだね、ラッキー。僕が見る。そうでしょ、うん、だってつむじここだな、うん、じゃあそれでは、もう準備できてんのかい。ここです、つむじ、はい、準備できてんのかい。さあ、それではたっくんの罰ゲーム、自分のつむじをワニに見せる、お願いしますいいつむじだねん、どうなんだ、つむじってのはこれみんな右回転なのかい、左回転かい、どっちだよこれは。え、これどっち、人によって違うんだよ。あ、そうなの。うん、高気圧と低気圧みたいな感じ。人によって違うはずだよ、確かに。へえー、さよならー